木更津市は千葉県の中西部に位置する市、人口約13.5万人、業務各都市、証券を形成する商業中心都市、国際会議観光都市に認定されている。古くから港町として栄え、重点港湾の木更津港を有する港湾都市、中心市街地明治諸島に木更津県県庁が置かれたり、1889年に設置された。 機密軍の中心都市であった経緯を持つ。江戸期より木更津は港町として栄えており、市相のデザインは港湾を模したものになっている。市の中心市街地は旧木更津町の範囲に相当する木更津地区に形成されており、木更津地区には木更津市役所や木更津警察署、木更津市消防本部、木更津図書館などの公共施設、及び市の中心駅である。 木更津駅や重点港湾の木更津港が存在する。首都圏整備計画により、業務各都市に指定され、東京湾、アクアラインを中心とした都市開発が進められる。アクアラインの着岸地である市北部の金田地区は、東京都の都にや東京国際空港へのアクセス性が良くなったことにより、三井アウトレットパーク、木更津などの大型商業施設の進出、 カズサアクアシティのようなニュータウンの整備が進む住宅地が造成されている。これらの相次ぐ大型商業施設やニュータウンの整備が行われ、金田地区の工事地価は2013年から2018年の5年間で15.4%の上昇を記録する。人口流入、地価上昇が好調な地域となり、関東住みよさ第9位を記録した。南部の地区は、 カズサアカデミアパークの整備が進められ、コンベンションセンターの完成により、国際会議観光都市の認定を受けた。市の名産品として、東京湾で取れる海苔やアサリ、ハマグリなどの海産物が挙げられるが、先黒玉詰めたなど、東京湾外から侵入した、生物、海毒の影響や、漁業者の後継者不足などの要因により、近年では漁獲量が減少している。 その他、同様、小女寺のたぬき林やドラマ、木更津キャッツアイの舞台であり、ロックバンド、騎士、団結成の地として知られる。君更津、タワーから見える木更津市街地一帯の展望上置、市街地一帯の展望から確認できる、施設の名称千葉県中西部の東京湾側に、面しており、県庁所在地である、千葉市から南西約3 0トルの距離である。 東京都の都心から南東に30から4 0トル圏内である都市雇用圏における東京都市圏の範囲に含まれる。ただし東京都の都心と木更津市との間には東京湾を挟むため移動距離はこれよりも長くなる。東京湾北側を周回した場合の移動距離は70から8 0トル程度であり東京湾 アクアラインを利用した場合は40から5 0トル程度である。同様に東京国際空港や神奈川県からは東京湾、アクアラインもしくは東京湾フェリーを利用した場合が移動距離の短縮となる。地域は東西に長く広がっており、市の西部は関東平野の平地、東部は木更津大地の大地や風佐丘陵の丘陵地帯と地形の性質が異なる。 市中西部は東京湾に面しており、東京湾へ流れ込む複数の河川により、中石平野が形成する。また、東京湾林海地区は、木更津高南岸から君津市方面にかけて工業用埋め立て地となっている。市北部では泥層を主とする田園地帯が広がり、木更津駅から千葉方面に向かって走る列車の車窓からは、発電が確認できる。 市南部を中心に鉱石台地が形成され住宅地として整備されている。特に鎌谷地区ではカズサアカデミアパーク構想における研究開発拠点としての整備が行われている。市東部は尾ビ川流域では田園地帯を形成しカズサ給の森林が広がっている。市の主な河川として県内では 利根川に次いで2番目に長く総延長8 8トルの尾ビ川がある。尾ビ川は、君津市、袖ヶ浦市、木更津市の3市を管流し、市内では東部から北部にかけて流れ下り、東京湾へと注いでいる。また、尾ビ川川口付近では1400ヘクタールほどのバンス干潟が形成されている。市内には特に高い山がなく、最も高い場所でも、 標高200メートル程度である。キサラズという地名の由来について、キサラギの図が転じて、キサラズになった、キ更ラズが、鉛木キサラズになったと、諸説あるが、一般的には、大和竹林の地伝承の一説、君不作が元になっているというのが通説である。キサラズという地名が使われ始めたのは、最も古い文章で1353年に、記された文献で、 木桜良津と記されている。ただし、当時の江戸湾沿岸を代表する港は、木更津の北にある高柳や、ふ津つであったと考えられており、1576年に江戸湾沿岸の諸港に、藩主を認めた、北条氏則の主因上には内陸化した高柳に、代わって江川や、九津館の名前はあるものの、木桜良津の名前はないため、当時は租税を取るほどではない。 小さな漁港に近かったと推測されている。マリア図上、本丸跡、古事記や日本書紀によると、山とける命が統制の折にこの地方に立ち寄ったと記されており、この事象が元となった地名が随所に見られる。歴史的に考察するとこの地方には、和王権に敵対する勢力が存在していたことを示しているという説がある。事実、 おびつ川流域を中心とする地域には支配階級にあたる豪族が存在していたとされ、それを証明する古墳群が形成されている。奈良時代の文献にはおびつ川流域一帯をマクダ国として記されており、この地方をマクダ国造という豪族が支配していたと記録されている。1950年市内長須賀の金霊塚古墳の発掘調査が行われる。 この古墳は6世紀後半頃に作られたものとされ、枕国造の一族のものとされる。この古墳からは立や同妖器、武具、古墳名称の元となる純金製の五つの金霊などが出土されている。1456年頃、上佐武田氏の祖である、武田信長が、上佐守護代となり、上佐地方進出の足がかりとして、マリアツ城を築城する。以降、マリアツ城は、 長南城と並び数佐武田氏の居城として繁栄する。武田信長の子孫のうち、マリアツ城を拠点とする者は、マリアツ氏を名乗り戦国大名化する。マリアツ氏は、一族の内奮と第一次河野大合戦の末に、勢力が衰退し、数佐地方の支配者もマリアツ氏から、里見氏北条氏へと移り変わる。1590年マリアツ城は、 豊臣秀吉の小田原聖伐で侵攻された後、廃城になる。現在、マリアツ城跡は、キャンプ場として利用されている。葛飾北斎が、富岳三十六景状里市の回路の木更津線宇歌川豊国が、与原市城浮名横串所演示に制作された、役者へ1614年大阪冬の陣に、木更津の水府十四名が、徳川幕府方について、選考を挙げる。 その水府の功により幕府は江戸木更津間での都船営業権や江戸の日本橋に木更津菓子を廃領地として与える等の特権を与える。ただし、その根拠とされている原存文書は史実と矛盾する内容が含まれており定かではないが、1615年以後に幕府が木更津に大官を置いた記録は確認できるため、これに近い事実はあったと考えられている。 幕府は軍事上の目的から狩猟河川に橋を架けることを禁止し陸路には至るところに石章を設ける政策をとっていたため、この時代の流通手段は水運が主流になる。この特権により木更津は数佐、安房江戸間との海上輸送を取り扱う流通拠点として急激に発展する。運送には喫水が浅く、海川両用の五大力船が用いられた。 木更津から江戸にやってくる後代力船は、通称木更津船と呼ばれ、歌川広重の浮世絵にも描かれている。歌舞伎の演目、与花市上浮名横串は、江戸期に木更津で実際に起きた事件がモチーフとなっており、当時の港町木更津の様子を垣間見ることができる。江戸時代末期の1825年幕府の旗本であった、 林忠秀は3000国の画像を受けたことにより1万国の大名として諸公に列紙開府地藩を立藩する。陣屋を某田軍外淵村に設けられるが、二代目藩主の林、ただし朝日の時代に城西村に移し、以降同藩は城西藩と称するようになる。城西藩は最後の藩主である四代目、林忠隆が藩主自ら脱藩し、 明治政府の統制軍に抵抗したことが、朝敵行為とされ、1868年、幕府方諸行の中で唯一改役処分を受ける。明治新政府樹立後、1868年改役となった上裁判の代わりに、松平信人氏が、カ佐国海府地に違法し、一万国で、桜井藩が立藩する。1871年廃藩地検施行により8月には、 桜井藩は廃藩となり、桜井県が設置。11月には、桜井県を含む旧安房国、和佐国に相当する木更津県が設置される。木更津県設置にあたり、県庁が海府地村に設置される。木更津県が存在したのはわずか2年足らずで、1873年には廃止し、印馬県と合併し、千葉県となる。1878年制定の 軍区町村編成法に基づき、ボーダ軍、シュス軍、アモウ軍の軍役所が設置され、1897年、ボーダ、シュス、アモウの3軍が合併し、機密軍が成立した時に、機密軍役所が設置されており、機密軍地域において、木更津市は政治的中心都市であった。1973年11月に、木更津県県庁所在地のあった桜井判定跡に、 木更津県史跡の石碑が建てられている。日本国内が軍国主義にある1930年代、木更津は軍都として発展する。1935年当時の大日本帝国海軍は帝ート防衛を目的に木更津港北側を埋め立てて航空基地の造成を行った。1936年3月に木更津飛行場が完成、同年4月1日に 木更津海軍航空隊の解体式が行われる。木更津飛行場は、太平洋戦争末期に日本初の国産ジェット機にあたる立花のテスト飛行が行われた場所でもある。1941年度航空隊の北東、秘密氷岩尾根村に海軍交渉が設置され、木更津町及び岩尾根村には交渉で働く行員とその家族が移住したため、 急激な人口増加による住宅不足の問題に直面する。二町村では、大勢の移住者を受け入れる住居や新しく家を建てる土地もなく、隣接する清川村にも移住者の受け皿としての役割を求めるようになり、木更津町、岩尾根村、清川村の三自治体を中心に合併協議が進められる。後に協議に加わった。 波岡村を含める4自治体の人口の合計が当時の姿勢志向条件である3万人を超すことが人口調査の結果で判明し1942年、木更津市として姿勢を開始した。1945年太平洋戦争終結以降は米軍の管理下に置かれ1968年より陸上自衛隊の駐屯地、海上自衛隊の補給所として利用されている。 カズサ・アカデミア・パーク1961年、木更津市に隣接する君津市へ、君津製鉄所の誘致が決定する。その背景には1950年に交付された国土総合開発法において、千葉県側東京湾沿岸地域の工業地帯以下が計画され、農業から工業への転換を図りたい県との思惑が一致し、京葉工業地帯の開発が促進されたことによる。 製鉄所建設に伴い、機密地域の東京湾沿岸部で漁業を営んでいた漁家は埋め立てによって職を失うことになり、県より漁業補償を受けて漁業権を放棄、転業を余儀なくされた。漁業組合と漁業権放棄に関する交渉が終了し、木更津江南岸から君津市の臨海部の範囲を埋め立てて製鉄所の建設を開始1965年に、 君津製鉄所の創業が本格的に開始する。君津市への製鉄所進出は、木更津市にも影響を及ぼし、木更津市内には、同社の系列、関連会社が進出しその社員を呼び、家族の転勤による移住が顕著になる。また、1960年代から70年代後半にかけて、区画整理事業として、清見台、城西、旗沢など、並岡地区を中心に、 計821ヘクタールの土地の宅地造成が行われる。それにより、市内の人口が1960年には約6万人であったのが80年代中頃には12万人を突破、およそ20年の期間で人口が2倍にまで膨れ上がる。1983年千葉県において、千葉新産業三角構想が策定される。木更津市及びその周辺都市は、 新産業三角構想の基幹プロジェクトの一つで、あるカ佐アカデミア・パーク構想において、研究開発拠点の母都市に位置づけられる。研究開発拠点の形成を目標としたカ佐、アカデミア・パーク構想に基づき、国際水準に対応した研究機関が集約する研究都市の整備及び、各拠点とを結ぶ道路網の構築が進められる。カ佐アカデミア・パークは、 カズサ給料に整備されることが決定し、1991年に鎌谷地区に第一期区画整備が進められ、1994年には DNA 専門の研究所としては、世界初となるカズサ DNA 研究所が開設する。1996年第一期区画整備で、計画されていた278ヘクタールについては、期間整備がほぼ完了し、 民間の研究所を中心に立地が進められる。1997年カズサアカデミアパークの中核施設であるコンベンションセンター、カズサアカデミアセンターが完成し、1999年観光庁より国際会議観光都市の認定を受ける。カズサアカデミアパーク構想及び、木更津業務各都市構想に基づき、木更津市を業務各都市として、 他の都市との道路網の整備が行われ、1995年、立山自動車道が、木更津南インターチェンジまで開通し、千葉市との間を高速道路で結ばれる。1997年東京都心部及び、神奈川県とを結ぶ東京湾、アクアラインが完成。2007年立山自動車道が全線開通したことにより、富津つ山道路と直結して、南房総市まで結ばれた。 2013年県王道が東金 JGT まで開通して、千葉東金道路と直結し、新産業三角構想のうちの国際物流拠点を担う成田空港と結ばれるようになった。アクアライン関連による経済効果で大きな転機となった。木更津市には大和だける命と源の頼朝に関連する伝承が伝えられている。古事記や日本書紀 風土記の一節において、山と竹る地伝説が扱われており、木更津市は山と竹る命が、数佐国に渡る場面の物体として記されている。源頼朝伝説は、源頼朝が、伊豆で挙兵した者の,の兵士との合戦に敗れて、暗亡国に逃れ、暴走半島の諸勢力の力を得て再起したという、歴史的経緯の中から派生したものである。また、 同様、昇状寺の狸林のモチーフとなった、市内の昇状寺に伝わる、昇状寺の狸伝説が知られている。山と武る命の統制より頼朝伝説昇状寺の狸伝説姿勢施行された、当初はおよそ3万人の人口であった。姿勢開始以降は、近隣の町村との合併により人口増加を続け、 トギタ町と合併した時点で人口が86,335人となる。1960年代に入ると県内では、内房地域の市町村を中心に、海岸線を埋め立て工業地として整備し、重化学工業メーカーが進出する。木更津市においても、関連企業の転勤者及びその家族が転入し、人口が著しく増加する。1976年には、 人口10万人を突破し県内で9番目の10万人都市となり、1985年には人口12万人を超えた。バブル崩壊で一時的に人口が減少に転じたが、1997年を、そことして、反転増加傾向を見せている。特に2000年代終わり以降、東京湾、アクアラインの通行料金値下げ、大型商業施設の開業。 新たな宅地造成が進んだこともあり、近隣自治体などから移住者が増え、約10%人口が増加する要因となった。平成27年国勢調査より前回調査からの人口増減を見ると、3.73%増の13万4141人であり、増減率は千葉県下54市町村中3くらい、60行政区域中4位。 現在の木更津市は1942年に新設合併で誕生したものである。それ以前の木更津町については当該項目を参照。A1897 年4月1日、B1933 年4月1日、C1942 年11月3日、D1954 年11月3日。 E1955 年2月11日か1955年3月1日、G1955 年3月31日、H1971 年9月10日、東京圏への一極集中を打開し、大都市問題を解決する目的のため、東京圏近郊都市の中から、地域の広域中心都市となるべき都市を、業務各都市として指定し、東京都の持つ、 業務機能や商業、医療等といった初期能を請け負い、担うための整備、育成を行う。第四次首都圏基本計画により、千葉県では千葉市、成田市、千葉ニュータウン、木更津市の3地域が業務各都市として位置づけられる。第五次首都圏基本計画では新たに分散型ネットワーク構想が方針に盛り込まれ、柏市を含めた4地域について、 広域連携拠点としての整備を進める。1992年3月には、多極分散型国土形成促進法に基づき、策定された、木更津業務各都市基本構想が承認を受ける。その概要は次の通り。100、200、300、400、500、平成、19、平成、20、平成、21、平成、22、平成、23。 平成24、平成25、平成26、平成27、50、15、20、25、30、平成19、平成20、平成21、平成22、平成23、平成24、平成25、平成26、平成27、木更津警察署、木更津市消防本部、木更津税務署市役所、塩見一丁目に、視聴者が所在していたが、老朽化に伴う、耐震強度に問題があり、 大規模地震で倒壊する危険があるため、庁舎を取り壊して、新庁舎を建設する計画が立てられている。塩見一丁目の庁舎は、耐震性の問題により、使用不可となり、2015年9月から、駅前庁舎と朝日庁舎を仮庁舎として業務が行われている。旧庁舎の各部署は仮庁舎に分散して移転されているため、仮庁舎に施設とも、 本庁舎という扱いである。警察交番、駐在所消防税務署木更津簡易裁判所、木更津市新殿に、千葉地方裁判所及び千葉家庭裁判所それぞれの木更津支部が設置されており、千葉地方裁判所木更津支部には、簡易裁判所が設置されている。千葉地方裁判所木更津支部は、内房地域を管轄しており、管内で発生した民事訴訟、 刑事訴訟の合議事件を取り扱う。千葉家庭裁判所木更津支部では家事審判及び少年審判を取り扱う。千葉地方検察庁の木更津支部も設置されている。市議会の委員会木更津市の経済状況は戦後の高度成長とともに成長し、物流拠点として最盛期には37万人の証券人口を持つ商業都市として形成されていく。 日本国内で1990年代初頭に起きたバブル崩壊により公共から不況へと安定するが東京湾アクアラインを中心とした都市計画により人口の増加や市郊外に大型商業施設が開業するなどの要因から経済状況は回復し工事地価の上昇や木更津商券の拡大により商業都市としての地位を取り戻しつつある 戦中高度成長期太平洋戦争中は軍関連の施設が存在したこともあり、その施設関係者と行員が移住したことによって人口が増加し、木更津は軍都として発展する。戦後の高度経済成長期には千葉県の内房地域が軽陽工業地帯として発展する経緯の中、市の臨海部では埋め立てが行われ、 木更津港が工業港として整備され、隣の君津市には、八和田製鉄の君密製鉄所が誘致される。君津市と接する波岡地区を中心に、宅地整備が行われ、製鉄所関係者及びその家族が移住し、人口が、著しく増加する。人口増加を契機に、経済活動が活発になり、木更津駅前には、大手販売店である祖号や大栄、西友などが進出し、 木更津市を中心とする木更津商圏が形成され、県南地域の商業都市として発展する。安定成長期1980年代に入ると、千葉県として千葉新産業三角構想が策定され、木更津市はカズサアカデミアパーク構想の母都市に位置づけられる。この構想により、鎌谷地区の丘陵地帯は研究開発拠点の整備が行われ、 民間を中心とする研究機関の誘致活動を開始する。また、国の政策として、首都圏の大都市問題緩和を目的とする、木更津業務各都市構想が計画される。歴史的経緯において、明治新規に木更津県県庁が存在したこと、県岸部の経済の中心として認識されていること、カズサアカデミアパーク構想によって、木更津市は業務各都市として整備が行われる。 業務各都市構想の一環には、東京湾横断道路建設が計画に含まれる。東京湾横断道路建設にあたり、当初の事業計画では、対岸の川崎市や横浜市、東京など、京浜地区との交通の便が良くなることで人の交流や物流が頻繁となって、経済活動に好影響を与えると予想され、住宅購入者の増加や、企業進出の増加などが見込まれていた。 バブル崩壊東京湾アクアライン1997年に東京湾アクアラインが開通。当初アクアラインの交通量は2万5000台、日と予想していたが、実際に開通した結果は1万台、日と予想を大きく下回る。期待されていたカズサアカデミアパークや、宅地造成地の計画や東京のベッドタウンとしての需要がほとんど発生せず、ストロー効果が生じて、 流出面は顕著になった。証券人口が37万人から12万人に低下、証券の吸引力低下により、商業中心都市から準商業中心都市に格下げられる。結果、木更津市は対岸の景品地区と県南部の通過点となってしまう。バブル崩壊による国内の景気低迷の影響により、東京湾横断道路完成を見越して上昇傾向にあった。 駅前商店街の地価は、1991年のピークを境に著しく下落。1999年から2003年にかけて、東京圏における地価下,下落率の1位となる。また、商業地域への影響は大きく、駅前から、木更津祖国や大ーなどの大型店舗が相次いで撤退したことにより、集客力を失った、駅前商店街では閉店する店舗が続出する。 祖母撤退後のアインスビルには、8階の空フロアに市民の企業活動支援を目的としたチャレンジセンターレッツ、キサラズや情報通信環境を備えた共同利用型のテレワークセンターを開設し地域、活性化に向けた活動が行われ、2004年4月にアクアキサラズという新名称で再オープンした。しかし、2009年にビルの運営、 管理を行っていた日本総合企画が倒産。2010年に、木更津市は、アクア、木更津ビルを有限会社混さんに売却し、2015年9月に、スパークルシティ木更津として、リニューアルオープンした。また、既存市街地の商業施設活性化を目的として、2018年からは、電子地域通貨のアクアコインが導入されている、東京湾。 アクアライン値下げ経済公開オ4モールキサラズ2009年4月に千葉県知事に就任した森田健作の選挙公約に基づき同年8月1日から千葉県側の負担をもとに ETC による通行料を普通車800円にする社会実験が開始された。千葉県商工労働部観光課が調査している観光客の入り込み動向調査の報告によれば 平成22年と実験開始前の平成20年の観光入り込み客数を比較すると、安保地域でプラス9.7%、機密地域でプラス18.1%増加したと報告されており、東京湾アクアラインの値下げ効果があったという見解が示されている。2010年7月の第57回旧都県首脳会議及び2010年6月の 平成22年度定例第1回、関東地方知事会にそれぞれの合意に基づき、内閣府、財務省、国土交通省に対して、東京湾、アクアラインの料金に関する要望が提出された。要望書では、実験開始以降のアクアライン交通量が1.5倍から2.0倍の増加が見られ、首都圏の人、物の動きが活発化し、 経済活性化などの効果が出始めている。そのため、首都圏の高速道路の料金体制の見直し、特に平成23年以降も、国策としてアクアラインの料金引き下げを継続することを挙げている。1998年千葉県及び UR 都市機構による金田地区土地区画整理事業が事業認可され、アクアライン着眼地である。 市北部の金田地区に高速バスターミナル、商業、業務、流通、文化及びレジャーなどの施設や多様なライフスタイルに対応した住宅地が調和した多機能複合型の都市として造成が進められた。2012年4月に大型ショッピングモールの三井、アウトレットパーク木更津が開業したのを皮切りに、ベーシア、カインズホーム、東京インテリア家具、 コストコと順次開業していった。また、市南西部の築地地区では2014年10月には、4モール木更津が開業し、市の商業中心地は、JR 木更津駅周辺から、東京湾、アクアラインや立山自動車道へと接続する、道路沿いのロードサイド型店舗へと変化している。木更津商圏の拡大相次ぐ大型商業施設や、ニュータウンの整備が行われ、 バブル崩壊によって減少した地価は一気に上昇し、2013年から2018年の5年間で15.4%の上昇を記録する。人口流入、地価上昇が好調な地域となり、今後もさらなる開発が進む。2012年頃の木更津証券は、純商業中心都市であったが、2018年には証券が拡大したことにより、 商業中心都市に格上げされ、バブル崩壊前の経済状況へと戻りつつある。産業別就業者数の総数は6万940人で、あり、全体の比率の中では、第三次産業が7割近くを占めている。また、分類別で就業者数上位5位を上げると、卸売業、小売業9139人、製造業8324人、 建設業6310人、医療、福祉5481人、運輸、郵便4661人の順に多い。市内の産業別事業者数上位5位は卸売、小売業1386所、宿泊、飲食サービス業842所、建設業674所、生活関連サービス、娯楽業538所、医療、 福祉業294所である。農業木更津市の農業は稲作が中心であり、帯津川流域を中心に水田が広がっている。一部では野菜や施設園芸といった都市均衡型農業に従事している農家も見られる。現在の農業情勢としては減少傾向にあり、消費者ニーズに対応した農業経営への転換、従事者の高齢化、 後継者問題などの諸問題を抱えている状況である。組合10002000300040001985年、昭和601995年平成72000年、平成122005年平成,成172010年、平成22水産業東京湾内の海岸線が埋め立てられ工業地化する中、木更津市の海岸線では、 東サの砂で干潟が形成いることから、旋回魚場として海苔養殖や海類養殖が行われている。市の水産業の状況として、水産資源の減少や漁業者の高齢化や後継者不足に伴い、年々減少傾向が見られる。市の主要漁業生産物は海苔とアサリである。二千七年、東京湾ではアサリの外的生物が大量発生したため、 漁獲量が激減し、平成19年以前は1000トン以上であったのが、平成20年以降は500トン未満に落ち込んでいる。海苔の養殖は、アサリほどではないが、漁業環境の変化と海苔の養殖業者の減少により、生産数は減少に推移している。工業木更津市は、京葉工業地帯に含まれており、木更津港は、重点港湾に指定され工業港として発展する。 隣接する君津市に、新日鉄住金の製鉄所が立地する関係で、市内には関連の企業が立地する。鎌谷地区を、カズサアカデミアパークとして、研究開発型企業の誘致を進めている。工業統計商業スパークルシティ木更津三井、アウトレットパーク木更津君、津新用組合本店商業統計本社、本店を構える企業その他主な企業金融機関地区。 1. 1木更津地区。2. 岩根地区。3. 清川地区。4. 浪岡地区。5. 鎌谷地区。6. 金田地区。7. 中郷地区。8. 都議連地区人口統計やマスタープランの策定などにおいて市内を市政施行以前の町村区分で大まかに地域に区分される。また、1889年の町村制が施行される以前の区分は大技として残る。 南独、井戸地名県政、地の、アゼド、下内京、マリ、マリアツ、大田新興住宅地域市内の、主な新興住宅地域として、清見台団地、新船団地、新井タウン、八幡台ニュータウン、ハトリア、ホタルヤ、城西東、城西南が挙げられる。郵便局国保直営総合病院機密中央、病院二次医療圏としては、機密医療圏である。 三次医療圏は、千葉県医療圏。医療提供施設は特筆性の高いもののみを、記載する。学校教育施設制は、大学木更津工業高等専門学校千葉県立、木更津高等学校大学高等専門学校、専門学校高等学校中学校、小学校社会教育施設木更津飛行場、木更津市を中心とする六十キロメートル圏内には、成田空港と、 羽田空港を2カ所の国際空港が存在し、市上空は空港から発着する旅客機の飛行ルートになっている。羽田空港の場合、風港が北風の時の着陸ルートとして、市の上空3000フィートあたりから着陸体制に入り、東京湾を通過して滑走路に侵入するルートが取られる。このルートからならば旅客機の窓より上空から市内を一望することができる。 木更津駅、木更津駅、西口バス乗り場京葉線に直通する、内房線通勤快速中心となる駅、木更津駅市内を運行する、鉄道路線として、JR 東日本の内房線とくるり線がある。内房線の全路線中で2駅、くるり線の全路線中5駅が市内に設置されている。市の中心駅である、木更津駅には、内房線、総武快速線、 京葉線直通列車が停車するほか、久留里線の始発駅になっている。東日本旅客鉄道木更津カナダバスターミナル三井、アウトレットパーク、木更津バス停留所イオンモール、木更津バス停留所中心となるバス停、木更津カナダバスターミナル高速バス1997年以前、対岸の東京都や神奈川県への交通手段は、鉄道やカーフェリーが主であったが、東京湾、 アクアライン開通に伴いフェリー航路は廃止され、代わりにアクアラインを経路とした高速バス路線が充実するようになる。路線名と主な停留所内は、蒸気略称路線バス市内を運行する。路線バスは、日東交通、小港鉄道の2社により運行されている。海ほたるパーキングエリア道の駅木更津うまくの、里木更津南ジャイクション主要道路として、高速道路には、 立山自動車道と東京湾アクアラインが挙げられる。立山自動車道を木更津北インターチェンジから北方面に向かうと所要時間約20分程度で千葉市に到達し、京葉道路または東関東自動車道を経由して東京都へと結ばれる。また南方面は木更津南ジャンクションを立山方面に向かうことで富津立山道路に接続し、 木更津南インターチェンジから所要時間30分程度で南房総市まで結ばれる。首都圏中央連絡自動車道により木更津ジャンクションから茂原市、東金市など外房方面へのアクセスが改善されている。東京湾アクアラインによって東京湾を挟んだ対岸の神奈川県川崎市と結ばれており木更津金田インターチェンジ浮島インターチェンジの 区間間を所要時間約15分程度でで移動できる一般国道は国道16号線が市内を通過する。国道16号線を北上することで、千葉市柏市埼玉県へつながり、幹線道路としての役割を持っている。長須賀交差点で、外房地域へと結ばれる国道409号線、国道410号線、桜井交差点にて、 立山市を起点とする国道127号線に接続している。木更津港公共不当で一般公開中の護衛館、長戒江戸時代より、木更津港は物資の集散港として機能し、1960年代には、京洋工業地帯の発展に伴い工業港として開発が進められ、1968年には、関税法上の開港及び重要港湾の指定を受ける。 木更津市の市章は、港町木更津に由来し、木の字に港湾を表す円で囲い、縁上部の開口部は、港の入り口である高校を表したデザインとなっている。1965年から1997年までの間、木更津港は、カーフェリーの発着場として機能し、いわば、市の玄関口としての役割を果たしていた。カーフェリーは、 対岸の川崎市や横浜市に職場を持つ通勤者の足としても利用された。当時の様子は1987年に TBS 系列で放映したドラマ、男女七人秋物語の作中で、木更津市に住む主人公が川崎市の職場にフェリー通勤するシーンからも垣間見ることができる。1997年の東京湾。 アクアライン開通に伴い川崎フェリーが廃止され、木更津港を就航するフェリー航路がすべて廃止となる。現在、着岸地点の可動橋は撤去されており、フェリー発着場としての形跡は残っていない。2008年4月には公共不当へ一岸壁が完成、共用開始となった。同年8月には、オートッターマネル。 ジャパン株式会社の提配によって自動車専用船が初入港。今後も中古車の輸出港としての発展が期待される。2017年により公共不当の H 岸壁から大型クルーズ客船が試験的に運航がされている。クルーズ船の誘致に取り組むキサラズ市は大型クルーズ客船パシフィックピーナスによるキサラズ港発のクルーズを2年連続で実現させたことや、 利用者の約8割がクルーズ旅行が初めての新規顧客だったことなどが評価され、日本外交客船協会主催によるクルーズオブザイヤー2018の特別賞を受賞した。今後、大型客船を宿泊施設として活用するホテルシップを想定し、客船を公募する準備を進めている。航路以下、かつて就航していたフェリー航路クルーズ船、 気候実績発気候2017年少女時の同様記念碑木更津観覧車パークキサラピア国県指定及び国登録文化財一覧注釈人名の後に付けられた記号は当該人物の出身地が木更津市と特定した出典の分類を示すは、人名辞典等の文献によるは、人物データベースによるオンライン検索の結果は、当該人物 または、所属団体の公式ウェブサイトによる公式プロフィールによる距離情報は、Google Earth のルーラー機能を用いて、概算を求める旧数座国の大地の部分をテーマに、する場合、共通の要素があまりないので、一く,くじにした呼び方ではなく、市原大地、袖ヶ浦大地、木更津大地のように個々の呼び方をする。平成6年時が、焦点数1721件に対し、 平成16年時には1435件に減少それに伴い年間販売額も減少の傾向が見られる木更津市は工業都市の性質よりも商業都市としての性質の方が高い。工業地域に含まれる他の近隣市町村では工場分立地による税収が見込まれ財政力指数が地方交付税不交付団体の条件である1.00を超えているのに対し 木更津市は0.81である。個別記事が作成されているもの市の大技の中から、難読、遺読辞典を参考に抜粋、羽田空港再拡張に伴い、飛行ルートの再検討が行われている。ありがとうございます。